皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。お盆休みが終わりましてですね、仕事が始まったという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ちょっと お盆休み中は動画出せなかったんですけども、まあお盆休み中にちょっと買ったものを今回、紹介したいと思います。というのはこちらですね、はい、トップビジョンというメーカーの、まあ、4K 映像対応のアクションカムなんですけれども、こちらAmazon で買ったものなんですけれども、こちらのカメラ、お盆中にですね、Amazon のベストセラー1になったアクションカムで、まあ、値段は、まあ、通常は7000円くらいするんですけれども、お盆中にちょっとクーポンがありまして、クーポンをなんと2つ適用できたそうなんですけれども、まず7000円から あるクーポンを適用すると、まあ、3500円くらいにこう、まあ、半額に下がって、なおかつ500円のクーポンを適用とすれば、まあ、3000円ちょっとで買えたというものなんですけども、じゃあ実際自分はいくらで買ったのかというと、実際そのアマゾンの商品ページに入って、でまず500円クーポンを適用するんですけど、そこがこうチェック入れるところがあるはずなんですけど、自分がこうその入ったページにはそのチェックがなくて、あれ500円クーポンあれないのって思ったんですけど、あれないのかと思いつつ、まあとりあえず、これをカートに入れて、その購入を確定する前にクーポンコード入れてこう、半額になるっていうクーポンになったんで、そこに入ってでそのクーポンコードを入れて、でチェック、まあ、適用しようと思ったらばそのクーポンも跳ねられちゃって、結局7000円じゃないと買えないよっていう状況だったんですけれど、それじゃまあ買ってもしょうがないなと思ったんですけど、そのクーポンコードのチェックを入れる欄の下に、まあ自分が登録しているクレジットカードの、ポイントが使えるっていう、まあ、チェックがあったんで、まあ、結局それがまあ4000ポイントくらいあったんですけど、まあ、それを全額ぶっ込んで、まあこちらが7089円、がまあ通常の販売価格なんですけども、まあ、自分のポイントを入れて、2141円で買いました。はい、まあ、それなりに安く買えたんで、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、この半額クーポンっていうのが8月16日の23時59分まで使えてたそうなんですけど、でその16日の日のうちにですね、その500円クーポンがさらに倍になって、1000円クーポンになっていたということで、その半額クーポンと1000円クーポンを足せばもう2500円で買えてたってことなんですね。ただ自分が、やった時にはもう1000円クーポンしか効かない状態だったんですけど、まあとりあえずは一番安く買えたので、まあまあいいかなっていう感じですね。はい、でまあこのアクションカムなんですけど、こういった、セミハードのこのケースにこう入って、届いたんですけど、まあ商品のいわゆるパッケージってものがなくて、もうこのケースにまとまって入ってる状態で、送られてきましたね。はい、まあ、中華アクションカム、格安アクションカムにはありがちな、まあまあ、とにかくこう付属品がいろいろ多いというところで、まあ、バッテリーが今この本体に入っている1個と、もう1個こうついてまして、まあ、1050mAh のバッテリーですね。はい、これが2個ついて、まあ、当然ながらこの防水のやつも入って、あとは各種マウントですね。はい、こちら自転車のマウントもついてます。はい、その他マウントと、あとはここにチャックもあって、こっちにもいろいろ入って
て、多分これはヘルメットのマウントですよね、これね。それから、まあ、タイラップ、まあ、固定用のタイラップ、そして、まあ、ベルクロのベルト、これは多分、脱落防止のワイヤーかなんかですかね。それから、これもベルクロ。で、まあ、USB の接続ケーブル。で、はい、こちらは、リモコンですね。はい。で、最後ですけど、まあ、一応、日本語の取扱説明書を持っていきます。リモコンの説明書もついてますね。で、まあ、一応日本語の、まあ、マニュアルではあるんですけど、まあ、いわゆる、機械翻訳をかけたような非常にちょっと読むのに詰まる日本語が書いてある説明書ですね。まあ、日本語であるだけマシっていう感じかなと思うんですけど、あともう一つ、ちょっとこれ忘れてたんですけど、こちらですね。はい。外部マイクになりますね。はい。これを使うことで、声をはっきり拾えるというものなんですけれど、まあ、というわけで、これを持ってですね、まあ、早速使ってみようということで、いわき市アムナイトセンター行って、まあ、体験発掘にまた参加してきたんですけど、その時に撮った映像をちょっと見ていただきたいなと思うんですけど、はい、体験発掘始まって、カメラをですね、これ手に持って、これは撮ってるんですけど、まあ、一応手ブレ補正、このカメラついてるんですけど、まあこの角体のカメラに今まともな手ブレ補正を要求する方が無理なんで、まあ結構まあグラッグラ来てますけどね。まあ完全に何にもついてないよりはどうなの、マシなのかなっていう感じですけど、まあ手に持ってあるとこんだけグラグラやっぱ揺れちゃいますよね。はい。で、当初はこうヘルメットを体験靴にかぶってますけど、このつばのところに、ヘルメットマウントでこう、まあ粘着のあれがありますから、それでこう貼っつけて、撮影しようと思ったんですけど、こうつばのところにカメラをつけといて置いといて、ちょっと離れて、で戻ってきたら、もうカメラがベロンとこう剥がれて落っこっちゃってたんですね。まあ付属のパーツ使って、取り付けたにもかかわらず、そういうふうにこうベロンって落っこっちゃうんで、まあその粘着テープではやっぱりその支えきれないっていうことなんですよね。なので、まあつけるんだったらもう完全にここにネジでガッチリ止めるか、強力なマグネットかなんかでこうガッチリ押さえつけるしかないんじゃないかなっていう感じなんですけども、で、まあ当初ヘルメットにつけて撮影しようと思った時に、当然この外部マイクをつけて、撮影をしようと思ったんですけど、このカメラ自体にこの底のところにですね、三脚とかその取り付けるネジがついてないもんですから、まあ仕方なくこの枠ですね、この、これちょっと三脚のあれもついてますけど、こういう風にですね、下にこのネジの穴がついてるものにこう入れて、カチッってはめて、まあ、これを三脚に取り付けて、で、まあ、こうやって手持ちで撮影してたんですけど、で、この、まあ、まあ、本来はね、この下にこう三脚の穴開いてますけど、こう、本当はネジ止めでこう止めるやつなんですけど、まあ、ちょっと、ドームが揃わなかったのがあったんで、まあ、これを、この下に粘着のシートを貼って、ヘルメットのツアーにこうポッと、こう、くっつけておいたんですけど、やっぱこの、ね、接着面がちっちゃいんで、まあ、そのせいで剥がれちゃった可能性もあるんですけど、
まあ、こうペロッと剥がれちゃうわけですね。で、まあ、それ以前の問題があってですね、でこの枠をつけて、いざこうマイクを挿そうと思うんですけど、当然この枠に入ってますけど切り欠きがあってボタンが押せるようになってるんですよね。この、横のボタンとかシャッターボタンとか、まあ、こちらのこの端子類ですね、はい、まあ、ちゃんと使えるようになってるんですけど、いざこのマイクのジャックを挿そうと思って、このカメラの左側なんですけど、左側の一番下にこう丸い穴が開いてますけど、ここにこうマイクのジャックを挿そうと思ったら、はい、わかりますかね、このケースが干渉して刺さらないんですね、このねマイクのケーブルが。どっち向きにしようが、このマイクのジャックのこの先端のこの四角い部分ですね、これがちょっと干渉しちゃって刺さらないということで、どのみち、まあ、ヘルメットにつけて、外部マイクを、使うことがちょっと難しいのかなと。まあ、ちょっとこのね、ケースとかあの組み合わせを変えればまあ使えるのかもしれないですけど、まあ、この構成では、この干渉しちゃって、マイクが刺さらないということでしたね、はい。まあ、仕方ないなと思って、まあ、内蔵マイクで撮影をしてたんですけども、いざその音聞いてみたらばもう、びっくりするぐらい音がちっちゃいんですね、でまあ、音量をマックスに上げても本当に、まあ、普通のカメラであれば結構大きい音が聞こえるところも本当に遠くの方でなんか小さい音がしてるような感じしか聞こえなくて、でそもそもこれ本体にマイクの穴がないんですよね。ここに右側にあるこう分かりますかね、ほんの少しこう穴が開いてるように見えるんですけど、これはスピーカーなんですよね。せめてそのマイクのちっちゃい穴がどっかに開いてるのかっていうと、内蔵マイクの穴がちっとも見えないんですよね、これね。まあそのせいで、音がこもっちゃって、全然音が拾えてないのかなとは思うんですけど、非常にその音が小さいです。はい。まあ2000円で買えたもんなんでね、まあ文句言ってもしょうがないなっていうのはあるんですけど、まだあの 4K 撮影はテストしてません。はい。まあ自分のところに 4K の映像を見る環境がないっていうのはありますけど、4K はまあ多分使わないでしょうね。はい。でまあ、アモナイトセンターにおけるまあ化石の成果なんですけど、まあ、7月の終わりにですね、結構サメの歯がボボボボッとこう連続して出たんで、まあその出た場所をとことん掘り続けて、まあ、8月もずっとほぼ掘ってたんですけども、8月に入ってからはちょっと当たりが止まっちゃいまして、なかなかいい化石が出てこなくなっちゃったんですけども、まあ、せいぜいサメの歯がちょっと出たのと、最近ほとんどアンモナイト出なくなっちゃったんですけど、小さいですねスカファイテスだと思いますけど、これが1個出たという感じで、ちょっと8月に入ってからお盆に至るまでは あまりいいものが出てません。はい。でまあお盆休みなんかに体験博士行って、まあ、他の体験博士参加している方がちょっと言ってたこともあったんですけども、なかなかこう化石が出ないよっていうふうに言われるんですけども、まあ化石はもうこの岩の表層にだけあるとは限りませんので、こうタガネを打ち付けて本当に表層だけ削っても化石はやっぱり出ませんよね。とにかくタガネをこう打ち込んだら、多少もうちょっと深く掘ってですね、奥の方まで入って、
ちょっと大きくこうボロッと剥がれるくらいまで掘らないと化石っていうのは出てこないと思います。特にまあこのサメの歯とかですね、はい、こういうものは表層にあるとは限らないんで、こうタガネを当てて掘ったらばちょっと深めに掘って、剥がしてこう岩を剥がしていってその裏を見てこう探すという感じでやっていけばサメの歯なんかは見つかりやすいかなと思います、はい。まあサメ歯出てはいるんですけど、まあ、大抵がクレットラムナなんですね。まあハモネセンターでよく一番よく出るサメの歯の、まあ、種類なんですけども、クレットラムナばっかりなんで、まあ、できればね、もうちょっと違う種類のサメの歯出してみたいなとは思うんですけど、まあ、また次の機会、頑張ってみたいと思います。まあ、ちなみにですね、こちらのトップビジョンの 4K 対応の、まあ、アクションカムなんですけど、この付属のバッテリー1個で、まあ、体験発掘の間中ですね、回しっぱなしにしてもバッテリーは持つ感じですね。で、まあ、その 1080p の、まあ、60フレームで撮っても1時間丸々持ちました、はい。なのでそこそこバッテリーの持ちはいい感じかなと思いますね、はい。まあ、このカメラなんですけどね、まあ、購入品紹介を先にしようかと思ったんですけど、まあ、その購入のいきさつがですね、まあ、そのクーポンが効かないし、まあ、自分の手持ちのカードのポイントを使って買ったんで、まあ、全ての方に通ずるものではなかったんで、まあ、購入品紹介は特別しなかったんですけども、まあ、Amazon なんかですね、そういうクーポンが時々お得なクーポンが出ることもありますんで、まあ安い中華アクションカムですけども、さらにお得に買いたいときはそういうクーポンなんかもよく探してみて買ってみてはいかがでしょうか、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。